はい、よろしくお願いします。今回は数三の合成関数の微分法丸一をお送りします。で、5問ですね。今回問題ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が1番から解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ積の微分、小の微分やってきて、もちろんそっちも大事なんですが、この合成関数の微分はめちゃくちゃ大事です。で、なのでもう一本動画だと取って、丸1丸2でセットになっております。で、まず1番解き方を説明します。もう解くだけです。で、2番行く前に、なんでそうやって解けるのかっていうのを簡単に説明するという流れで行かせてください。で、この合成関数に関しては、普通に置き換えを使ってやるのがメインです。おそらく学校の先生そう説明するかもしれません。で、どう置き換えるかっていうと、ここのね、括弧の中身を、まあ、u とか t とかって違う文字で置き換えます。そうすると、例えばじゃあ u って置けば、丸々ここが u に変わるんで、u の3乗ってなるんですよ。で、そっからスタートする方も多いんですが、一個一個置き換えてたら時間がもったいないので、ここの微分。なので、やり方言いますね。まず、ま、y' 微分したものは、こいつを一塊だと思って、まあ、u3 乗みたいな。一塊だと思って、まず微分します。今までのルールと一緒で。で、どういうルールかっていうと、肩についてる数字が出てくる。だから、3ですよね。で、こいつ、まとまりだから、まとまったまんま、肩についてる数字が1個下がるんですよね。これ今までのルール通りです。ただ、それに付け足しがあって、それに、今、こう、置き換えたものありましたよね。まあ、頭の中で、x2 乗マイナス5って置き換えました。そいつを微分してください。つまり、x2 乗マイナス5を微分すると 2x なんですよ。それをかけてください、最後。でも、これだけです。まあ、苦手な方にとってはね、これだけって言われても、はってなるかもしんないけど、これだけって思って、そう、簡単なイメージをつけてほしい。合成関数のところは。で、あとはまとめるだけなんで、32が6、まあ、x ま出しましょうか。6x カッコ、x2 乗、マイナス5の2乗。これで、終了となります。だから解くだけだったら、もうこういう風に思ってください。まあ、一塊だと思って普通に微分する。微分した最後に、その置き換えたものを微分したのをかけるっていう流れです。ちょっとここで説明するって言ったんですけど、リズムがあるし、リズムというか、もう一問だけそのままやらせてください。ちょっとしっくりきてほしい。いきますね。こいつを一塊だと思って、まず微分すると4が出てくるから、4。で、塊のまんま、だから中身は変わらないです、まだ。このまんま次数を下げます。こうやって。で、最後に、この塊を微分したものをかける。これ、微分すると 3x2 乗プラス3ですよね。だから、いらなかったね。3x2 乗プラス3と。これで終了です。で、これはちょっとある程度まとめたいですね。例えば、ここは3を出せますと。で、ここも x を出せるので、3出すと12。で、x を出せるんですけど、3乗があるから結局 x の3乗が出てくるんで、x の3乗を、で、こいつ x 食い出したから、x2 乗プラス3の3乗。で、一番後ろは3くくり出したんで、x の2乗プラス1と。正直ね、このまとめるところはどこまでっていう線引きが若干微妙なんですけど、この微分のところ。まあ、ここまでやってれば文句はないと思います。いいかな？で、じゃあちょっと説明させてください。今までの動画で自分 D、dydx とかをまだ一回も説明してないんですが、おそらくみんなの参考書とか学校のテキストが出てきます。で、dydx っていうのは、これですね。dydx。で、これ何かっていうと、書き直すと ddx の y なんですよ。で、これは ddx が x で微分しましたよっていうサイン。で、今、y を、x で微分しました。こことか全部そうですよね。y を x で微分した。まあ、y' ですよね。で、こっちを x で微分したらこうなりましたっていうやつをずっと解いてるんですが、y を x で微分したもの、つまりこの dydx っていうのは、今まで y' って書いたものと一致です。同じです。
と思ってください。で、今はこの問題を解いていきたいんですけど、当然 X で微分したいと。で、やっていくんですが、まず、そのね、同じように、左辺は Y じゃないですか。全部 Y。だから、結局やりたいことは dydx に持っていきたいんですよ。x で微分するから。でも、いきなりこれができないので、間にね、まあ置き換えさっきやりましたけど、一つ文字を挟んで、間をちょっとワンクッション置くの。いきなり x で微分できないから。で、今 u をちょっと置きましたけど、ここでね、dydu かける dudx ってわざと書き直すんです。この dydx を。で、これ書き直しても、分母の du と分子の du、まあ、厳密には分数ではないんですけど、こう、切って、約分することができるんだ、戻りますよねっていう発想でちょっと思ってください。この式は。で、今、これは、y を、これ、ね、y を u で微分したものです。y を u で微分したもの。で、今ちょっとこの問題で説明させてください。今、この中身、u イコール、見えないね。x2 乗、マイナス5と置きました。置いたことによって、y イコール u の3乗と式が変わりました。今置き換えたからね。で、y を u で微分したもの。つまりこれ u で微分すると、3u2 乗になりますよね。この式で。この式において y を u で微分してるから。ちょっと使ったんで消します。3u2 乗。で、こっちは、u を x で微分するんです。u を x で微分すると、つまりこれ、ここ微分してるから 2x ですよね。こいつ微分すると。だから 2x になりますと。で、これ、u っていうのはもともとこう置きましたよね。じゃあ x2 乗マイナス5を戻してあげると、下入るか。OKOK。戻すと、x2 乗マイナス5の2乗かける 2x となって、この式なんですよ。二行目、ここと一致しますよね。だから本当はこれをやってるんです。やってるんですけど、いちいちこんなん書き出して、テストの時に思い出したらもう間に合わない、テスト。時間もったいないしね。だから、もう、一塊ってやるものがあったら、これを塊だと思って、まず微分しようと。で、微分した後に、一塊って置き換えたものを、微分したものを書けるんだっていう、風に覚えちゃってください。いいかな、まあ、こんな感じでございます。消しますね。よいしょ。じゃあ3番からも続きでいきましょう。で、3番はね、中身がちょっとめんどくさそうになってますけど、でもやることは一緒です。y ダッシュ。まずこいつら、ワンセット、塊だと思って微分して、5が出てきて、中身は変わりません。ワンセットだからね。で、肩の字数が1個落ちます。で、落ちた後にそのワンセット、ここで考えたものを微分する。微分すると、6x2 乗マイナス3。これをかける。で、これは後ろが3を出せますね。3を出してきて、15、2x3 乗マイナス 3x プラス1の4乗、3出したからね、2x2 乗マイナス1と。よいしょ、これ、OK でございます。ちょっとインク少くてごめんね。で、4番ですね。で、4番は普通、まあ、分数が分数なんで、ね、いいんですけど、まあ、これ、これね、よいしょ。x2 乗マイナス3、分数が、分母が2乗になってるんで、つまりこれ、マイナス2乗なんですよ。こいつ書き直すとね。だからこうなってしまえば、まあ同じじゃないですか。1番と、形としては。だから同じようにやってしまって、y ダッシュ、肩の数字が出てきますと。出てきて、で、肩の数字の次数が1落ちるんで、マイナス3になります。ね、マイナス3。1落ちるからね。で、中身を微分したものは 2x だから、それに 2x かけましょうと。で、マイナス3乗っていうのは分数、分母に戻ってもらって、下が3乗になります。で、マイナスが残ってるから、マイナス、x の2乗マイナス3の3乗分の 4x か。入った、OK。で、OK です。さあ、ラストです。
はい、5番ね。まあ、これも明らかにめんどくさいんですけど。でも、まあ、やることは一緒です。これは、中身ま、一個ね、セットで、一塊だと思ってください。こいつセットで。いい。だから、もうこの部分が全部言うな。この置き換えだったらね。で、そうやっていくと、ちょっとこっちから5番。ちょっと5番書いておこうか。食い込んでいくよ。Y ダッシュ。まずは、こいつの4乗って考えれば、4が出てきます。インク。ちょっと待って。こっちもないかな。ちょっと待って。あ、こっちの方までいけるかな。で、4が出てきて、で、中身はそのまんま。マイナス1。X2 乗プラス2。次数が下がって3乗です。で、問題は、今、ワンセット。考えたら、ここ全部です。で、こいつの微分したものをずっとかけてきましたよね。こいつの微分ってかけたものなんで、2個前の動画の積の微分法をやんなきゃいけないんですよ。それを入れなきゃいけない。だから、カットしましょうか。どっちの順番でもいいね。積はどっちでもいいんですけど、微分してそのまんま。足す、微分してそのまんまです。いいね。ちょっとこれ、暗算気味でいきますよ。こっち微分すると1なんで、1かけるそのまんまだから、まず x2 乗プラス2。片方。で、足す、こっち微分してそのまんま。こっち微分すると 2x です。2x をこいつにかけるって思えば、ちょっと配っちゃいますね。2x2 乗マイナス 2x。だからここでも使うんだよね。積の微分法の。2個前、前に勉強した動画の内容をね。で、まとめていきましょう。ひとまずちょっとここはそのまま書きますか。x2 乗プラス2。で、後ろが、3x2 乗マイナス 2x プラス2で、これ出せないよね、きっとね。あ、待って、3乗だけ知った。こうか。このまんまでもいいかなっていう気もするんですけど、まあ、個人的には中括弧ちょっと残したくないので、3乗配っちゃいますか。これ、ここね、ちょっと微妙かもしんない。ただ、この、ここでね、中括弧残したらダメだよっていう先生はいるかもしんないんですけど、3乗は、こことここ、両方の括弧に3乗配れるので、x-1 の3乗、x2 乗プラス2の3乗、で、3x、これ因数分ができないもんね。プラス2、あってかな。これを罰される人はいないと思う、下は。自分ここまでやっちゃいますけどね、きっと。で、ちょっとチェックすると、ああ、でもそうね、この問題集の方もこっちになってるね。という感じでございます。なので、ひとまず、今回まあ合成関数初めてね、やりましたけど、ルールとしては、一塊だと思ってまず微分する。普通に微分する。で、その後に、その一塊って思ったものを微分したものをかけるっていう風にやってください。いいかな？ルールとしてはね。で、その時に、この最後の部分が、一塊がね、その積の微分法を使わなきゃいけないものとか、まあ、これから小の微分法を使うものもあるんですけど、そういうのも出てきますので、まあ、その辺も含めて、こういう風に計算してもらえたらと思います。では、今回はね、合成関数の微分法についてお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。